僕らは、大阪を拠点に活動するオールナインっていうペインティングユニットです。壁画を描いたりライブペイントをしたりして生活しています。もう10年目ですね。今年3人いたり4人になったりしながら最終的にはこの2人でもうずっとやってます。描いた僕ら以上にその街に残った人の方が僕らの絵を見る時間って長くなると思うんで、一朝一夕に行ってすぐにその僕らが絵を残して帰るだけやったら犯罪者っていうか、そのちゃんと街のこと知って特定の誰か一人でもいいから仲良くなった人を見つけて、その街との思い出とかその街について題材にした方がきっと僕らにとっても街にとっても街の人にとってもいいと思うんで。高円寺に来たきっかけはその銭湯暮らしで1ヶ月いるっていうのを合わせて1、2ヶ月滞在しながらその準備をしていこうみたいな。日が照ってる間はずっと壁画を描きに行ってて、夜になったら銭湯で全部体をゼロにして究極まで体を癒して朝を迎えるっていうのがルーティンで、世界で描けたらいいなと思っていて、去年の夏とかにもあのアメリカ4カ所ツアーに行ったりはしたんですけど、壁画めっちゃ多いしサイズも日本と比べ物にならないぐらい平気で10倍みたいな大きいサイズとか結構圧倒されたところがいっぱいあったんで、僕はなんか描いた絵は街の鏡になると思ってるから、理想としては描いた時点からもう昔からあったようにちょっと馴染んでいるような感じになればなとは思います。